天の様、あなたは私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お出しできる方はお出しください。
ぎ、リバイバルが訪れる。神の恵みが戦地に満ち溢れ、大いなる主を崇める。後の雨が戦地に満ち溢れ、リバイバルが訪れる。心を注ぎ出して御前に感謝捧げます。あなたの愛の中で喜び歌います。一つ一つWhat?
急ぐことなく着実に私の声を聞き、また私からの言葉を受け取り、また言葉によって歩んでください。勝利の基盤は私の言葉にあると知らされます。主はこの群れにはっきりとこの2つのビジョンをこの明確に示されていると言われます。このリバイバルと終末の使命を全うする教会として主はこの導き入れていると言われます。主はこの守る主を明確にこの語られている中、あなた方はこの信じる信仰をさらに用いていきなさいと言われます。さらにこの全世界に私はあなたと使わせていこうと言われます。あなたとは備え準備をなしていきなさい。私は一人一人をこの私の目的のために用いていくと言われます。この国内国外へとこの教会設立はさらにこの主は導かれていると言われます。特に示しを受けている者は信仰の踏み出しをなしていきなさいと言われます。さらにこの道のないところに道ができ、また岩が砕かれそこにまた道ができていくと言われます。あなたとは私の言葉によって歩んでいきなさい。私はこのからし種の信仰というのをあなた方に与えていると言われます。このからし種の信仰をこの大胆に用いていきなさいと言われます。主よあなただけ。させておきなさい。私の働きは次の段階に大きく変化していくと知らされます。主は確かにこの9つの御霊の賜物をこの群れに与えられ、カリスマのこの教会として導かれていますが、しかしこの聖書的な土台というのを非常にさらにこれからも強化される中で、聖書の学びがこの日々このなされる教会として体制を整えていくと言われます。さらに私はこの聖書的な土台の上に私の技を大きく進めさせていこうと知らせます。この聖書のこの学びがこの献身者の方々だけでなく信徒の方々にまで浸透することのできる
この聖書の学び この具体的な実際的な体制を主は導かれるので、特に聖書のいろいろなこの学びを導くようにすでに指示を受けている方々は備えておきなさいとしか言われます。さらにこの栄光のあれは顕著なものとなっていこう。この神の言葉は力強く豊かに成就していくのを見ていくであろうとしか言われます。主に栄光。お伝えください、聖餐式を、行います、聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります、この教会ではどこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられなくても、イエス・キリストご自分の救い主を信じ、告白されておられる方々にはこの式に加われることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ、また告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいと思います。また今、インターネットでこの礼拝に参加されているクリスチャンの中で、この聖餐式に加わりたいと思われる方はご自分で、パンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して、そしてこの聖餐式に加わっていただきたいというふうに思います。聖餐式のためにお祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウ酒ジュースを豊かに祝福し、またインターネットで礼拝されておられる方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお一人お一人お祈りください。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエスはパンを取り祝福して後これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の御御ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。
宮下牧師は愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。それでは聖書を開いてください。